五目並べ。1983年、5つの石を並べれば、何ですと？5つの石を並べれば、本格的な対局を楽しもう。このタイトルは1983年に発売されたファミリーコンピュータ用のテーブルゲームです。初級から上級まで3段階の強さのコンピュータと勝負が楽しめるのはもちろん、2人で対局も楽しめます。先手は黒、後手は白、縦、横、斜めのいずれかに5連5つの石を並べた側の勝ちです。負けを認めて投了するか、上級で持ち時間がなくなると負けとなります。続けて6局行うとゲーム終了。最終的な結果が判定されます。まあね、先ほど父とよくこんなゲームをしました話をしたと思うんですが、おそらく父と一二を争う回数を行っていたのが五目並べ、それと肩を並べるのがチェス。チェスと五目並べは本当に父親ともう何遍も何遍も何遍もやってました。それこそトラベル用のマグネットタイプのさ、折りたためるチェスと折りたためるこの五目並べ、いつも旅行のたんびに持ってっていました。で、僕はどっちよ先手が黒とかなんかいろいろ言ってたね。じゃあここ黒だったわけね。オッケー、黒でした。私は黒でございました。んで、したらここ OK で、僕ここはい、まあそう置くよね。よいしょ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 。ね、おいら4つ並べちゃうよみたいなね、そんなね風に油断してるじゃん。実はウフ主もウフ主でちゃんと計画してるから。え、黒三三金禁じ手って何禁じ手って何禁じ手って何。父とかよく五目並べをしてたんですけども、フリースタイルでやってました。つまり僕の必勝法は禁じ手だったのそりゃ困ったぜ、そりゃ困ったもんだぜ。禁じ手だったか。でも、いつもそういう禁じ手とかなしでさ、もうフリースタイルだ、父とはよくやったからさ。まいったね。で、これの場合は僕は白になったわけ？白に降格した？これ、白に降格してますよ。マジで禁じ手なんていうものがあった？それは驚きだね。それはびっくりだね。よいしょ。完璧だったのに。そっか、禁じ手出したか。じゃあやばいじゃん負けるわけがねえっていう風にさ、自信満々だったんですが、僕のノウハウつうものはほぼほぼ禁じ手ありきだっていうね、なっちゃいますね。その禁じ手システムのおかげで迷いが生じちゃうよ
迷いが生じちゃうよ。いつものプレイングが、いつものプレイングができないじゃないか。よいしょ。そっか、そんなものがあったんだね。今更、趣味として五目並べをよくやってた少年はですね、青年になったから初めて禁じ手の存在を知りました。よいしょ。いいよいいよ、禁じ手っていうのを今あるというのを知ったとて勝ちますよ。それぐらい父とはねやってきましたから、五目並べを。君のこの日ってすごくメッセージ性が強いよ。あ、そのメッセージね、もうここで突き破ってやる。あ、またそういうメッセージ性の強い手を打つんだから。よいしょよいしょ。こうやって僕が優勢になってくると例の禁じ手ってのが怖くなってくるな。ちょっと茶でも濁すか。で、この辺ちょっと種を植えていく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。それ禁じ手じゃね？黒4、3、それ禁じ手じゃね？
それ禁じ手じゃねえの。ちょっと禁じ手怖いな。僕は黒ってことでいいんだよね。ここ。よいしょ。こういう並びになってくるとさ、禁じ手集がしてくるのは僕だけ。もうさ、禁じ手意識しすぎちゃうな。こういう風にさ、自分が有利な布石が打てているとさ、禁じ手になるんじゃないかって、もう怖い怖い。これ禁じて、これはいいの、これはオッケーなのね。大丈夫、禁じ手になってない。もうさ、自分が有利になるとさ、すべてが禁じ手に感じてしまうんだけど。これはどう？これ禁じ手？これ禁じ手？これどうなのよ、これ。あ、僕の勝ち、よかった。これは禁じ手じゃないのね。オッケーオッケー。もうさ、怖くってさ、もうノウハウがさ、禁じ手にされちゃった気分だからさ。僕の。こうしよう。よいしょ。そのトラベル用の、5番を持ってきていないときは、本当にいつものメモ帳とかね、持ってっているんで、それでもう自分たちで線書いて、足んなくなったら、線を付け足して、よく遊んでましたよ。もう紙と鉛筆さえあればね、もう、無敵だったから。それでいろんなゲームを創作して楽しんだもんです。これあれよね、4つ並んでますよっていうのを教えてくれちゃうのね、そうやってね。やっぱ五目並べの醍醐味はさ、いつの間にそんなのがあったのっていうところの後からの発見だったりもするじゃない。こうやってもうはっきりさ、はい4できてまーすみたいなさ、これはもう相手の完全勝利ですけどね。すごい親切だよね。んで？うん、今調べたら五目並べは先手に必勝法が存在するんで、三三の形になると反則負け。それが強いのに。いか僕と父でやるときはいかに三三を作るかゲームだったんだけどな。そうなんだ。プロのそういうお金が発生する世界では禁止なんだよな、それはな。もうみんなさ、そういうさ、商売でやらないで、娯楽で楽しもうよ。
そうなんだよな、そうだよね。だから怖くなってしまうのか。三三を作るゲームなのにさ。だからノウハウが崩れたよ。崩れてますよ。三三作りゲームなのに。これもいけんの？これはどうなの？これ。これいける？これいけんだ。これ禁じて？これいけんだ。よかったよかった。そしたらね、どうしようかな。ここもらっとくか。ね。で、ここもいただいとくか。ね。で、ここでちょっと今まで調子に乗ったところを、ストッピングをかけていこう。なんで、やられたわ負けた参りました。で、僕は白ってことだな。白とか、相手はこれ禁じ手だけど、それを僕知らないから、言って無駄にしてるパターンもあるかもしれないよね。それ、ほっときゃ禁じ手なのに、みたいなね。そういうのもありそうだよな。その点で言うとね。僕は禁じ手分かってなくて、相手がやってるから。まあ、その三三っていうのは禁じ手っていうのは分かったけど。でも楽しいな。思い出すよ、ほんと。よくやったもの。なるほどね。ここに置いたら向こうは調子に乗るよう、大丈夫だろ？まあまあいいでしょ。
まいったね。まあ対人戦とね、さっきも言いましたけど、違うのはここ4つ並べましたからね、ピカピカピカって。相手もだからそうだから忍び作戦かな。全部筒抜け状態ですもんね。筒抜けなのがな、痛いな。調子乗ってきた。調子に乗ってきたね。だけど調子に乗せるしかないのか。こっちも早々に切っちゃおうかな。そうすると向こうもね、だって早々に切ってきたわけだ。よいしょ。あ、ここが嫌だったわけで、ね、そうかそうか。そうだよな、結局バレちゃってるから。あ、負けた負けたぜ。ダメだ、勝ててや、このゲーム。よいしょ。まあ、全然違うゲームですけども、僕あの、コネクト4っていうね、またこれでよく似たね、4目並べが結構好きで遊ぶんですけども、その4目並べが得意な理由っていうのは、子供の頃に、その、フリースタイル5目並べをね、父とよく遊んでいたっていう影響によるものかもしれませんね。これ終わんねんじゃねえの？そんな気がするの僕だけ？ここまで来ると怖いのが禁じて予備軍だよね。これ禁じて？これ大丈夫？これは禁じてではない？これどうなの？これ禁じて？これいけんの？これは禁じて？これ大丈夫？これ。勝った？あ、よかった。もう怖いのよ、この最後の決め手になるところが禁じ手に言われちゃうのが一番怖いんだよね。まあ6局終了して2勝4敗、まあこんなもんです。あなたの負けです。それでいいです。僕の負けです。それでいいです。いいや、死んだらお父さんと天国でやろう。死んでもう天国でフリースタイル5目並べを好きなようにやろう。ありがとうございました。でもいい経験になりました。これが本来の5目並べっていうことをしかと受け取れました。ありがとうございます。